それならどうかな。お疲れお疲れ。いい子にしてなきゃ。お父さんに心配かけちゃダメ。いつまでも夢を追いかけてちゃダメ。ちゃんとお父さんの前ではいい子にしてないと。これは昨日の。ひなちゃん、まずは魔物を倒そう。わかった。スパッと倒しちゃおう。頑張っていこう。トラベリンコメント。どうしよう。ダメージが大きすぎて自分でじゃあ急いで固定。ううん、
今のまま固定化すると、そんひなちゃんが直接あっちゃんを癒してあげて。私がフラグメントは思いのかけら、暴走を止めるにはそのか魔物も倒したからし、ひなちゃん、でも大丈夫、今までと変わらない。今までだってちゃんとできてたし。ゆず、ライム、さあ戻りましょう。うん。私には夢がある。でもお父さんの前ではちゃんとしなきゃ。けど諦めたくない。そんなに辛いならきちんとお父さんに言えばいいじゃない。でもそんなこと言った、ずっと一緒にいる家族なんだから本音で向き合わないと。ハコがどう思っているか、いい子のふりしたってどこかで行き詰まるだけだよ。それにまだお父さんと話もしてないんでしょ。話してみないと本当のところは分かんないよ。私だっていろいろと誤解してた部分は。そっか、そうだね。フラグメント、無事に回復したから出てきたみたい。ひなちゃん、急いで固定化して。うん。指輪だ。あっちゃんがひなちゃんに心を開いてくれた証だね。また一人仲間が増えたね。あれ、私いつの間に学校に。白井ちゃん、それに四条さんたちも。その指輪は？それはアコちゃんの指輪だよ。え？いいからつけてみて。おお、ちょっと、なんか記憶が流れ込んでくる。え？言ったでしょ？指輪はリフレクターと力を共有するって。それはつまりフラグメントの記憶も統合されるってことだよ。あくまでフラグメントの記憶だから一部分だけだけどね。共有されるって、まさか。ああ、白井ちゃん、やっぱり魔法少女だったんじゃん。やっぱり、このままじゃ記事にされちゃう。アコ大丈夫、記事にはしないよ。だって白井ちゃんには助けてもらったし、友達だからね。秘密にしておくよ。
ありがとう。けど魔法少女なんて本当にいるんだね。そんなファンタジーな存在がいるなら、私がジャーナリストになるくらい全然普通だし、お父さんも説得できそうだよね。ジャーナリストになるのが夢だったんだ。別に反対されるような職業でもないと思うけど。フリーの記者になって特ダネをバンバン取っていくの。紛争地帯とかにも飛び込んで社会の矛盾を暴いていく。それは普通に反対されるよ。そういえばアコのお父さんって厳しそうな人だったよね。結構お堅い仕事してるの？別に仕事自体は堅くないかな。あ、いろいろ上下関係とかは厳しいみたいだけど。この人だよ。あ、これって昨日ニュースになってた大物歌手の…って…え？うん、私のお父さん歌手なんだ。